後輪と引き紐を装着したアメリカンピットブルテリア危険犬種とは身体能力や性格等の性質上人や他の動物に交渉等の危害を加える恐れが高いため法律または条例によりペットとして飼うことが禁止されているかもしくは飼い方が制限されている犬種である危険犬種の飼育を規制する法律の代表的な例としては 英国の1991年危険研種法が挙げられる。この法律は、下記の4つの研種について、繁殖、販売、交換等を禁じるとともに、例外を除いては所有することも禁じている。また、所有する場合には、公の場では後輪を着用し、引き紐をつけることを義務付けている。犬の飼い方や、その規制について、明確に規定した法律はない。 動物の愛護及び管理に関する法律においては、特定動物の飼育を規制しているが、犬は種全体としてもそのうちの一部の犬種としても、特定動物に指定されていない。茨城県一方、各都道府県及び市町村においては、条例によって規制している例がある。例えば、茨城県の茨城県動物の愛護及び管理に関する条例、及び施行規則では、 以下の要件を満たす犬を特定犬として指定している。そして、同条例で特定犬を飼う際には、以下の項目を遵守することが義務付けられている。ありがとうございます。